レミゼラブル第五部第九編極度の闇極度の明けぼの一不幸者を憐れみ幸福者を許すべし幸福であるのは恐るべきことであるいかに人はそれに満足しいかにそれをもってたれりとしていることか人生の謝れる目的たる幸福を所有して 真の目的たる義務をいかに人は忘れていることか。けれども、あえて言うが、マリウスを非難するのは不当であろう。マリウスは前に説明した通り、結婚前にもフォーシュルバン氏に向かって問いただすことをせず、結婚後にもジャンバルジャンに向かって問いただすことを恐れた。彼は心ならずも約束するに至ったことを後悔した。 望みなきあの男にそれだけの情報を成したのは誤りだったと彼は幾度も自ら言った。そして今は次第にジャンバルジャンを家から遠ざけ、できるだけ彼をコゼットの頭から消してしまおうとただそれだけを図っていた。コゼットとジャンバルジャンとの間にいつも多少自分を挟んで彼女がもう彼のことを気づかず、 彼のことを頭に浮かべないようにと願っていたそれは消し去ること以上で触死去ることであったマリウスは必要であり正当であると判断したことを行っているに過ぎなかった彼は過酷なこともせずしかも弱々しい情も動かさないでジャンバルジャンを排斥し去ろうとしていたがそれには彼の考えによれば読者がすでに見てきた通り 重大な理由があり、また次に述べる別の理由もあった。彼は自ら弁論することになったある訴訟事件において偶然にも昔ラフィット家に雇われていた男と出会い何も別に尋ねたわけではないが不思議な話を聞かされた。もとより彼は秘密を厳守すると約束した手前もありジャンバルジャンの危険な地位をも考えてやって その話を深く探ることはできなかった。ただ彼はその時、果たすべき重大な義務があることを感じた。それはあの六十万フランを返却するということで、彼はその相手をできるだけ密かに探し求めた。そしてその間、金に手をつけることを避けた。コゼットに至っては、それらの秘密を少しも知らなかった。しかし、 彼女を非難するのもまたあまり過酷であろう。一種の強い磁力がマリウスから彼女へ流れていて、そのために彼女は本能的にまたほとんど機械的にマリウスの欲するままになっていた。ジャン氏のことについても彼女はマリウスの意志に感応してそれに従っていた。夫は彼女に何も言う必要はなかった。 彼女は夫の暗黙の意向から漠然たるしかも明らかな圧力を感じてそれに猛獣した彼女の服従はここではただマリウスが忘れていることは思い出すまいというのにあったそのためには何ら努力のようはなかった彼女は自らその理由を知らなかったしまた彼女にとがむべきことでもないが彼女の魂は全く夫の魂となりおわせて マリウスの考えの中で影に覆われているものは皆彼女の考えの中でも暗くなるのであった。けれどもそれはあまり強く言えることではない。ジャンバルジャンに関することではその忘却と消滅とはただ表面的なものに過ぎなかった。彼女は忘れやすいというよりもむしろうっかりしていた。心の底では 長く父と呼んできたその男をごく愛していた。しかし、夫の方をなお一層愛していた。そのために彼女の心は多少平均を失って一方に傾いたのである。時々コゼットはジャンバルジャンのことを言い出して怪しむこともあった。するとマリウスは彼女をなだめた。留守なんだろう。旅に出かけるということだったじゃないか。 それでコゼットは考えた。そうだ、あの人はいつもこんな風にいなくなることがあった。それにしても、こう長引くことはなかったが。2、3度彼女はニコレットをオンムアルメガイにやって、ジャン氏が旅から帰られたかと尋ねさした。ジャンバルジャンはまだ帰らないと答えさした。コゼットはそれ以上尋ねなかった。 この世でなくてならないものはただマリウスばかりだったから。なお言っておくがマリウスとコゼットの方でもまた不在になった。彼らはベルノンへ行った。マリウスはコゼットを父の墓へ連れて行った。マリウスはコゼットを次第にジャンバルジャンから逃れさした。コゼットはされるままになっていた。それにまた、 子供の防音などとある場合にはあまり厳しく言われていることも実は人が考えるほど常にとがむべきことではない。それは自分自身の防音である。他のところで言っておいたように自然は前方を見ている。自然は生きているものを来たるものと去るものとに分かっている。去る者は闇の方へ向き来たる者は光明の方へ向いている。 ここにおいてか帰りが生じてきて、老いたる者にとっては宿命的なものとなり、若い者にとっては無意識的なものとなる。その帰りは、はじめは感じがたいほどであるが、木の枝が分かれるように次第に大きくなる。小枝はなお幹についたまま遠ざかってゆく。これは小枝の罪ではない。青春は喜びのあるところへ、賑わいの方へ、 強い光の方へ、愛の方へ進んでゆく。老衰は終焉の方へ進んでゆく。両者は互いに姿を見失いはしないが、もはや包容はしなくなる。若き者は人生の冷ややかさを感じ、老いたる者は墳墓の冷ややかさを感じる。その哀れなる子供らを咎めてはいけない。2 油尽きたるランプの最後のひらめき。ある日ジャンバルジャンは階段を降りて行き、街路に二三歩踏み出して、ある標石の上に腰を下ろした。それは、六月五日から六日へかけた晩、ガブローシュがやって来た時、彼が考えふけりながら腰掛けていたのと同じ石であった。彼はそこにしばらくじっとしていたが、やがてまた上へ上がっていた。 それは振り子の最後の振動だった。翌日、彼はもう部屋から出なかった。その翌日には、もう寝床から出なかった。門番の女は、キャベツやバレーショに少しの豚肉を混ぜて、彼の粗末な食べ物をこしらえてやっていたが、その陶器皿の中を見て叫んだ。まあ、あなたは昨日から何も召し上がらないんですね。 いや、食べたよ、とジャンバルジャンは答えた。お皿はまだいっぱいですよ。水差しを見てごらん、空になっているから。それはただ水を飲んだというだけで何も食べたことにはなりません。でも、とジャンバルジャンは言った。水だけしか欲しくなかったのだとしたら、それは喉が渇いたというもんです。 一緒に何も食べなければ熱ですよ。食べるよ、明日は。それともいつかはでしょうなぜ今日召し上がらないんです。明日は食べようなんていうことがありますか。私がこしらえてあげたのに手をつけないでおくなんて。この煮物は本当に美味しかったんですのに。ジャンバルジャンはばあさんの手を取った。きっと食べるよ。 と彼は親切な声で言った。あなたはわからず屋です、と門番の女は答えた。ジャンバルジャンはそのばあさんより他にはほとんど誰とも顔を合わせなかった。パリーのうちには誰も通らない街路があり、誰も訪ねてこない家がある。彼はそういう街路の一つに住み、そういう家の一つに入っていた。 まだ外に出かけた頃、彼はある鋳物屋の店で五六数出して小さな銅の十字架を買い、それを寝台の正面の釘にかけておいた。そういう首吊り台はいつ見ても心よいものである。一週間過ぎたが、その間ジャンバルジャンは部屋の中さえ一歩も歩かなかった。彼はいつも寝たままだった。 門番の女は亭主に言った。上のおじいさんはもう起きもしなければ食べもしないんだよ。長くは持つまい。何かひどく心配なことがあるらしい。私の推察じゃきっと娘が悪いところへ片付いたんだよ。亭主は夫としての遺言を含んだ調子でこれに答えて言った。もし金があれば医者にかかるさ。 金がなければ医者にかからないさ。医者にかからなければ死ぬばかりさ。医者にかかったらやはり死ぬだろうよ、と亭主は言った。女房は自ら自分の敷石と言っているところに生えかかっている草をフルナイフでかき取り始めたが、そうして草を取りながらつぶやいた。かわいそうに、きれいなじいさんなのに、 ひよっこのように真っ白だが、彼女は街路の向こう端に近所の医者が一人通りかかるのを見た。そして自分一人で決めてその医者に来てもらうことにした。三階でございますよ、と彼女は医者に言った。構わずに入ってください。おじいさんはもう寝床から動けないので、鍵はいつも扉についています。 医者はジャンバルジャンに会い、彼に話を仕掛けた。医者が降りてくると、門番の女は彼に呼びかけた。どうでございましょう病人はだいぶ悪いようだ。どこが悪いんでございましょうかどこと言って悪いところもないが、全体が良くない。見たところ、どうも大事な人でも失ったように思われる。 そんなことで死ぬ場合もあるものだ。あの人はあなたに何と言いましたか病気ではないと言っていた。またあなたに来ていただけますでしょうかよろしい、と医者は答えた。だが、私よりも他の人に来てもらわなければなるまい。三、今は一本のペンも重し。 ある晩ジャンバルジャンはかろうじて肘で身を起こした。自ら手首を取ってみると脈が感じられなかった。呼吸は短くて時々止まった。彼は今まで知らなかったほどひどく弱っているのに気づいた。すると何か最後の懸念に駆られたのであろう。彼は努力をしてそこに座り、服をつけた。 自分の古い労働服を着た。もう外にも出かけないのでまたその服を取り出しそれを好んで着けたのだった服を着けながら何度も休まなければならなかった上着の袖に手を通すだけでも額から汗が流れた一人になってから彼は控え室の方に寝台を移していた 寂しい広間にはできるだけ痛くなかったからである。彼は例のカバンを開いてコゼットの古い衣装を取り出した。彼はそれを寝床の上に広げた。司教の二つの食材は元の通り暖炉の上に乗っていた。彼は引き出しから二つのろうそくを取ってそれを食材に立てた。それから 夏のこととてまだ十分明るかったが、そのろうそくに火を灯した。死人のいる部屋の中にそんな風に昼間からろうそくが灯されているのは時々見られることである。一つの道具から他の道具へと行く一歩一歩に彼は疲れ切って腰を下ろさなければならなかった。それは力を費やしてはまた回復するという普通の疲労ではなかった。 ある限りりのの運動の残りだった。二度とはやれない最後の努力のうちに滴り落ちていく消耗し尽くした生命であった彼が身を落とした椅子の一つはちょうど鏡の前になっていたその鏡こそは彼にとっては宿命的なものでありマリウスにとっては転移的なものであって すなわち彼がコゼットの逆の文字を吸い取り紙の上に読み得たその鏡だった。彼は鏡の中に自分の顔を覗いたが、自分とは思えないほどだった。80歳にもなるかと思われた。マリウスの結婚前には、ようやく50歳になるかならないくらいに思えたが、この一年の間に30年ほども年をとってしまっていた。 今額にあるものはもはや老年のシワではなくて死の神秘な印だった。無慈悲な爪の跡がそこに感じられた。寮の方はこけていた。顔の皮膚はすでに土をかぶったかと思われるような色をしていた。口の両隅は古人がよく墓の上に刻んだ多くの面に見るように下に垂れ下がっていた。 彼は非難するような様子で空を眺めた。誰かを咎めずにはいられない悲壮な偉人の一人かと思われた。彼はもはや悲哀の流れも枯れ尽くしたという状態に、悲哀の最後の一段にあった。悲しみもいわば凝結してしまっていた。人の魂についても絶望の業界とでも言うべきものがある。 夜になった。彼は非常な努力をしてテーブルと古い肘掛けイスとを暖炉のそばに引き寄せテーブルの上にペンとンキと紙とを載せた。それが済んで彼は気を失った。意識を回復すると喉が渇いていた。水差しを持ち上げることができないのでそれをようやく口の方へ傾けて一口飲んだ。 それから彼は寝床の方を振り向き立っておれないのでやはり座ったまま小さな黒い蝶衣とその他の大事な品々と眺めたそういう感傷は数分間と思っているうちに早いく時間にもなるものである突然彼は身震いをし寒気に襲われるのを感じた彼は 司教の食材に灯っているろうそくに照らされたテーブルに肘をかけてペンを取り上げた。ペンも陰気も長く使わないままだったのでペンの先は曲がり陰気は乾いていた。彼は立ち上がって数滴の水を陰気の中に注がなければならなかった。それだけのことをするにも二三回休んで腰を下ろした。それにまたペンは 背の方でしか字が書けなかった。彼は時々額を拭いた。彼の手は震えていた。彼はゆっくりと次のような数行を認めた。コゼット、私はお前を祝福する。私はここにちょっと説明しておきたい。お前の夫が私に去るべきものであることを教えてくれたのは 死闘なことである。けれども、彼が信じていることのうちには少し誤りがある。しかし、それも彼が悪いのではない。彼は立派な人である。私が死んだ後も常に彼をよく愛しなさい。ポンメルシー君、私の愛児を常に愛してください。コゼット、私はここに書き残しておく。 これは私がお前に言いたいと思っていることである。私にまだ記憶の力が残っていたら数字も出てくるであろうが、よく聞きなさい。あの金は全くお前のものである。その訳はこうである。白色玉はノールウェイから来、黒色玉はイギリスから来、黒ガラス玉はドイツから来る。 飾り玉の方が軽くて尊くて値も高い。その間がい玉はドイツでできるがフランスでもできる。二寸四方の小さな金式と牢を溶かすアルコールランプとがあればよい。その牢は以前は樹脂と油煙とで作られていて一斤四フランもしていた。ところが私は漆とテレピン油とで作ることを考え出した。 値はわずかに三十数で、しかもずっと品が良い。留め金は紫のガラスでできるのだが、右の牢をそのガラスの黒い鉄の小さな輪縁につける。ガラスは鉄の玉には紫でなければいけないし、金の玉には黒でなければいけない。スペインにその需要が多い。それは飾り玉の国で。そこで彼は書くのをやめ。 ペンは指から落ち、時々胸の底からこみ上げてくる絶望的なすすり泣きがまた襲ってき、哀れな彼は両手で頭を押さえ、そして思いに沈んだ。ああ、万事終わった、と彼は心の中で叫んだ。かっこ、神にのみ聞こえる痛むべき叫びである。私はもう彼女に会うこともあるまい。 それは一つの微笑みだったが、もう私の上を通り過ぎてしまった。彼女を再び見ることもなく、私はこのまま闇夜のうちに入ってゆくのか。おお、一分でも一秒でも、あの声を聞き、あの潮位に触り、あの顔を、あの天使のような顔を眺め、そして死ねたら。死ぬのは何でもない、ただ恐ろしいのは、 彼女に会わないで死ぬことだ。彼女は微笑んでくれるだろう。私に言葉をかけてくれるだろう。そうしたとて誰かに災いを及ぼすだろうか。いやいや、もう済んでしまった。永久に。私はこの通りただ一人である。ああ、私はもう彼女に会えないだろう。その時、 誰か扉を叩くものがあった。し、物を白くするのみなる墨つぼ。ちょうどその時、なおよく言えばその同じ夕方、マリウスが食卓を離れ、訴訟記録を調べる用があって自分の事務室に退いた時、バスクが一通の手紙を持ってきていった。この手紙の本人が控え室に来ております。 コゼットは祖父の腕を取って庭を一回りしていた。手紙にも人間と同じく気味の悪いものがある。粗末な紙、荒いシワ、一目見ただけでも不快の気を起こさせるものがある。バスクが持ってきた手紙はそういう種類のものだった。マリウスはそれを手に取った。タバコの匂いがしていた。 およそ匂いほど記憶を呼び起こさせるものはない。マリウスはそのタバコの匂いに覚えがあった。彼は表を眺めた。ご邸宅にて、ポンメルシー男爵閣下。タバコの匂いに覚えがあるために、彼は首席にも覚えがあることが分かった。驚きの情にも伝光があると言っても不当ではない。マリウスは、 そういう伝光の一つに照らされたようだった。記憶の神秘な助手である匂いは彼のうちに一世界を蘇らした。紙といい、畳み方といい、陰気の青白い色といい、また見覚えのある書石といい、ことにタバコの匂いといい、すべてが同じだった。ジョン・ドレッドの老朴が彼の目の前に現れてきた。 偶然の不思議なるいたずらよ。かくて彼があれほど探していた二つの漱石のうちの一つ。最近さらに多くの努力をしたが、ついにわからず、もう永久に見出せないと思っていた漱石は、向こうから彼の方へやってきたのである。彼はむさぼるように手紙を開いて読み下した。男爵閣下。 もし天にして小生に才能を与えたまいしならんには、小生には学士院、かっこ科学院、会員、手なる男爵となりえ将来し者を、ついに叱らずして終わり候。ろう。小生はただその名前のみを保有し候ろうが、この一時によって閣下のご行為に欲するを得ば、更新にござ候。ろう。 小生に賜る恩恵は報いられるべきところ、これあり騒楼。と申すは、小生はある個人に関する秘密を握りおり、その個人は閣下に関係ある男に候。小生はただ、閣下の恩ためを図るの光栄を希望する者にて、おぼしめしこれあり騒楼はば、その秘密をお伝え申すべく騒楼。 男爵夫人閣下は素性高き方に相らえば、小生はただ閣下の尊き家庭より何ら権利なきその男を追い払い得る極めて簡単なる方法をお知らせ申すべく候。高徳の正殿も長く罪悪とを共にするときは、ついには汚がるる者にござ候。小生は控え室にて閣下のお指図を相待ち居候。 警具。手紙には手なると署名してあった。その署名は必ずしも偽りではなかった。ただ少し縮めただけのものだった。その上、その条文と文字遣いとは事実を明らかに語っていた。出所は十分明瞭だった。疑問を挟むの余地はなかった。 マリウスは深く心を動かされた。そして、境外の後に喜びの念を抱いた。今はもはや創作しているもう一人の男を、自分を救ってくれた男を見出すのみであって、それができればもう他に望みはなくなるわけだった。彼は仕事机の引き出しを開き、中から幾くばかの紙幣を取り出し、それをポケットに入れ、 机をまた閉ざし、そしてベルを鳴らした。バスクが扉を少し開いた。ここに通してくれ、とマリウスは言った。バスクは案内してきた。手なる様でございます。一人の男が入ってきた。マリウスは新たな驚きを覚えた。入ってきたのは全く見知らぬ男だった。その男は、 と言っても、もう老人だが、大きな鼻を持ち、顎を首飾りの中に突き込み、目には緑色の琥珀犬でプチ覆いをした緑色のメガネをかけ、髪は額の上に平らになんでつけられて眉のところまで下がり、イギリスの上流社会の御者がつけているカツラのようだった。その髪は半ば白くなっていた。 頭から足先まで黒ずくめで、その黒服は擦り切れてはいるが小綺れだった。一房の飾り玉が内隠しから出ていて、時計が入っていることを示していた。手には古い帽子を持っていた。前鏡に歩いて背中が曲がっているために、そのおじぎは一層丁寧らしく見えた。一目見ても不思議なことには、 その上着はよくボタンがかけられているのにダブダブしていて彼のために仕立てられたものではなさそうだった。ここにちょっと余地を述べておく必要がある。当時パリーにはボートレイ以外の造兵省の近くの古い怪しい小屋に一人の霊里なユダヤ人が住んでいて不良の党を領民に変装してやるのを仕事としていた。長い時間を要しなかったので 悪者らにとっては至って便利だった。日に30数出せば、1日か2日の約束で、見てる間に服装を変えてくれて、できるだけうまくあらゆる種類の領民に仕立ててくれた。衣装を貸してくれるその男は、取り替え人と呼ばれていた。それはパリーの悪者らが付けた名前で、別の名前は知られていなかった。 彼はかなり揃った衣服室を持っていた。人々を変装してやる衣服は相当な品だった。彼は特殊な才能を持ち、手術の方法を心得ていた。店の釘にはそれぞれ社会のあらゆる階級の擦り切れたシワだらけの衣装がかかっていた。こちらに役人の服があり、あちらに司祭の服があり、一方に銀行家の服があり。 片隅に退職軍人の服があり、他の隅には分子の服があり、向こうには政治家の服がある、という具合になっていた。その男はパリーで演ぜられる大きな泥棒芝居の衣装型だった。その小屋は詐欺窃盗の出入りする楽屋だった。ボロをまとっている一人の悪漢が衣服室にやってき、三十数だし、 その日演じようとする役目に従って適当な服装を選び、そして再び階段を降りて行くときには全く相当な人間に変わっていた。翌日になるとその衣服は正直に返却された。盗賊らをすっかり信用している取り替え人は決して品物を盗まれることがなかった。ただその衣服には一つ不便な点があった。 すなわち、うまく合わないということだった。着る人の体に合わせて作られたものでなかったから、甲のものには小さすぎ、乙のものには大きすぎるという具合に、誰にもきっちり合わなかった。普通のものより小さいか大きいかが常である悪者らは、取り替え人の衣服には鼻肌具合が悪かった。また、 あまり太っていても、あまり痩せていてもいけなかった。取り替え人は普通の人間をしか頭に入れていなかった。太ってもいず、痩せてもいず、背が高くも低くもない。初めてぶつかった奴の体に合わせて標準を決めていた。そのために着替えをすることが困難な場合もしばしば起こって、 顧客らはできるだけの手段を尽くしてその困難を切り抜けようとしていた。波外れの体格を持っている者には気の毒なわけだった。例えば、政治家の服装はすっかり黒ずくめで、従って適宜なものであったが、ピットにはあまり広すぎ、カステルシからにはあまり狭すぎた。この政治家の服は、 取り替えた人の目録の中には次のように指定されていた。それをここに書き写してみよう。黒ラシャの上着、黒のアツラしのズボン、絹の直キ、靴、およびシャツ。ランに全大使としてあって宙がついていた。その宙をも写してみよう。別の箱にあり、程よき巻き髪のかつら、緑色のメガネ。 時計の飾り玉、および綿にくるみたる長さ一寸の小さな弾く二本。それだけで全大したる政治家が出来上がるのだった。その服装は、いわば衰弱しきっていた。縫い目は白番でおり、一方の肘にはボタン穴くらいの破れ目が出来かかっていた。その上、上着の胸にボタンが一つ取れていた。 しかしそれは何でもないことだった。政治家の手はいつも上着の中に差し込まれて胸を押さえているものであるからボタンが一つ足りないのを隠す役目もするわけだった。もしマリウスがパリのそういう隠密な制度に通じていたならば、今バスクが案内してきた客の背に取り替え人のところから借りてきた政治家の上着をすぐに見て取り得たはずである。 マリウスは予期していたのと違った男が入ってくるのを見て失望し、失望の念はやがて信頼の客に対する嫌悪の情となった。そして男が低く頭を下げている間、彼はその頭から足先までじろじろ眺めて、きっぱりした調子で尋ねた。何のようですか。男はワニのこび笑いとでも言えるように、 歯をむき出して愛想笑いをしながら答えた。閣下には方々でお目にかかる光栄を得ましたように覚えております。ことに数年前、バグラシオン大公夫人のお屋敷や上院議員ダンブレー死者区のお客様などでお目にかかったように存じております。全く初対面の人にもどこかで前にあったような様子をするのは、 卑劣な男の巧みな寛容手段である。マリウスは男の話に注意していた。しかし、いくらその声の調子や身振りに目をつけても、失望は大きくなるばかりだった。鼻にかかった声であって、予期していた鋭い乾いた小姉とは全く異なっていた。彼は全く推定に迷わされた。僕は、と彼は言った。 バグラシオン夫人もダンブレー氏も知りません。まだどちらの家にも足を踏み入れたことはかつてありません。その答えは無愛想だった。それでもなお男は陰銀に言い続けた。ではお目にかかりましたのはシャトーブリアン氏のお宅でしたでしょう。私はシャトーブリアン氏をよく存じております。なかなか愛想の良いお方です。 どうだてなる一緒に一杯やろうかなどと時々申されます。マリウスの顔はますます険しくなった。僕はまだシャトーブリアン氏の宅に招かれたことはありません。つまらないことは抜きにしましょう。結局どういうようですか男は一層厳しくなったその声の前に一層低く頭を下げた。閣下 まあ、どうかお聞きください。アメリカのパナマに近い地方にジョヤという村がございます。村と申しても家は一軒きりございません。硬いレンガ造りの4階建てになっている大きな四角の家でありまして、その四角の各辺が500尺もあり、各階は下の階より12尺ほど引っ込んで、それだけがぐるりと平屋根になっています。中央が中庭で、 食料や武器が収められています。窓はなくて皆銃眼になり、戸はなくて皆はしごになっています。すなわち地面から2階の平屋根へ登れるはしご、次は2階から3階へ、3階から4階へとなっていまして、また中庭に降りられるはしごもあります。部屋には扉がなくて皆上げ戸になり、 階段がなくて皆はしごになっています。晩になると上げ戸を閉め、はしごを引き上げ、トロンブロン銃やカラビン銃を銃眼に備えます。中へ入ることは到底できません。昼間は住処で、夜は要塞で、住民は800人というのがその村のありさまでございます。なぜそんなに用心をするかと申せば、 ごく危険な地方だからであります。食人人種がたくさんあります。ではなぜそんなところへ行くかと言いますれば、実に素敵な土地でありまして、黄金が出るからであります。結局どういうことになるんですかと、失望から請求に代わってマリウスは話を遮った。こういうことでございます、閣下。 私はもう疲れ果てた古い外交官であります。古い文明のために力を使い果たしてしまいました。それで一つ野蛮な仕事をやってみようと思っているのでございます。だから、閣下、リコンは世界の大砲であります。費用稼ぎの貧乏な田舎女は、駅馬車が通れば振り返ってみますが、 自分の畑の仕事をしている地主の女は振り向きもいたしません。貧乏人の犬は金持ちに吠えかかり、金持ちの犬は貧乏人に吠えかかります。皆自分のためばかりです。利益、それが人間の目的であります。金は磁石であります。だから、結局何ですか 私は除夜に行って住みたいと思っております。家族は三人で、私の妻に娘。それもごく美しい娘でございます。旅は長くて、金もよほどかかります。私は金が少しいるのでございます。それでなんで僕に関係があるんですかとマリウスは尋ねた。男は首飾りから首を差し出した。 ハゲタカのよくやる身ぶりである。そして彼は一層笑顔を深めて答えた。閣下は私の手紙をご覧になりませんでしたでしょうか。それはほとんどその通りであった。実際手紙の内容にマリウスはよく気を止めなかった。彼は手紙を読んだというよりむしろその主席を見たのだった。 何が書いてあったかはほとんど覚えていなかった。けれども、ちょっと前から新しい糸口が現れてきた。彼は、私の妻に娘という一字に注意を引かれた。そして鋭い目を男の上に据えていた。余心判事といえどもそれに及ぶまいと思われるほど、じっと目を注いでいた。ほとんど待ち伏せをしているようなありさまだった。 それでも彼はただこう答えた。要点を言ってもらいましょう。男は二つの内隠しに両手を突き込み、背筋をまっすぐにせず、ただ頭だけを上げて、今度はこちらから緑色のメガネ越しにマリウスの様子を伺った。よろしゅうございますか下。か。要点を申し上げましょう。 私は一つ買っていただきたい秘密を手にしております。秘密秘密でございます。僕に関してのはい、少しばかり。その秘密とはどういうことですマリウスは相手の言うことに耳を傾けながら、ますます注意深くその様子を観察していた。私はまず報酬を願わないでお話しいたしましょう。 と男は言った。私が面白い人物であることもお分かりでございましょう。お話しなさい。閣下、あなたはお屋敷に盗賊と殺人犯とお入れになっております。マリウスは立然とした。僕の家にいや、決して、と彼は言った。男は平然として肘で帽子の塵を払い、言い進んだ。 人殺しでかつ盗賊であります。よくお聞きください、閣下。私が今申し上げますのは、古い時期遅れの干からびた事実ではありません。法律に対しては時効のために消され、神に対しては介護のために消されたような、そういう事実ではありません。最近の事実、現在の事実、今にまだ法廷から知られていない事実、 それを申しているのであります。続けてお話しいたしますが、その男がうまくあなたの信用を得、名前を変えてご家庭に入り込んでおります。その本名をお知らせ申しましょう。しかもただでお知らせいたしましょう。聞きましょう。ジャンバルジャンという名でございます。それは知っています。 なお、私は報酬も願わないで、彼がどういう人物だかを申し上げましょう。お言いなさい。元は時計衆だった身の上です。それは知っています。私が申し上げましたからお分かりになりましたのでしょう。いや、前から知っていたのです。マリウスの冷然たる調子。それは知っていますという二度の返事。 相手に二の句をつがんせないような感銘さ。それは男の内心を多少月光さした。彼は噴撃した目つきをちらとマリウスに投げつけた。その眼差しはすぐに隠れて一瞬の間に過ぎなかったが、一度見たら忘れられないようなものだった。マリウスはそれを見逃さなかった。ある種の炎はある種の魂からしか発しない。 思想の風窓である瞳はそのために焼かれてしまう。メガネもそれを隠すことはできない。地獄にガラスをかぶせたようなものである。男は微笑みながら言った。私は何も男爵閣下のお言葉に逆らうつもりではございません。がとにかく私がよく秘密を握っているということは認めていただきたいのでございます。 これからお知らせ申し上げますことは、ただ私一人しか承知していないことであります。それは男爵夫人閣下の財産に関することでございます。非常な秘密でありまして、金に変えたいつもりでいます。で、まず最初、閣下にお買い上げを願いたいのです。お安くいたしましょう。二万フランに。その秘密というのも、 他の秘密と同様に私は知っています。とマリウスは言った。男はその値を少しく下げる必要を感じた。閣下、一万フランくだされば申し上げましょう。繰り返して言うが、君は僕に何も教えるものはないはずです。君が話そうという事柄を僕は皆知っています。男の目には、 新しいひらめきが浮かんだ。彼は声を高めた。それでも私は今日の職を得なければなりません。全くそれは非常な秘密です。閣下、お話しいたしましょう。お話しいたしましょう。二十フラン恵んでください。マリウスは彼をじっと見つめた。僕も君の非常な秘密を知っています。 ジャンバルジャンの名前を知っていると同様に、君の名前も知っています。私の名前をそうです。それはわけもないことでしょう、閣下。私はそれを手紙に書いて差し上げましたし、また自分で申し上げました。テナルト。ディエ。へえ。テナルディエ。それは誰のことでございますか危険になると、 山嵐は毛を逆立てて、カブトムシは死んだ真似をし、昔のこの絵兵は法人を作るが、この男は笑い出した。それから彼は上着の袖を指で弾いて誇りを払った。マリウスは続けていった。君はまたその他、労働者ジョン・ドレッド、俳優ファバントゥ、詩人ジャンフロー、 スペイン人ドン・アルバレス、およびバリザールの家内とも言う。何の家内でなお君はモンフェルメイユで飲食店をやっていた。飲食店いえ、どうしまして。そして君の本名はテナルディエというのだ。さようなことはありません。そして君は悪党だ。ソラ。 マリウスはポケットから一枚の紙幣を取り出して相手の顔に投げつけた。ありがとうございます。ごめんください。五百フラン。断尺閣下。男は老狽してお辞儀をし、紙幣をつかみ、それを調べた。五百フラン、と彼は呆然として繰り返した。そして半ば口の中でつぶやいた。いい代物だ。 それから突然彼は叫んだ。これでいいとしよう。楽にしましょう。そして猿のような敏晶さで髪を後ろになで上げ、眼鏡を外し、二本の端っこを鼻から引き出してしまい込んだ。その端っこは神に述べておいたもので、また本書の他のところでも読者がすでに見てきたものである。かくて彼は、 あたかも帽子でも脱ぐように仮面を剥いでしまった。その目は輝き出した。ところどころでこぼこして上の方に醜いしわの寄っている変な額が出てきた。鼻はくちばしのように尖った。肉食獣のようなどう猛狂快な顔つきが現れた。男爵の申される通りです、と彼は。 全く鼻声がなくなった明らかな声で言った私はテナルディエですそして彼は曲がっていた背をまっすぐにしたまさしくその男はテナルディエだったので以後そう呼ぶがテナルディエは非常に驚かされたもし惑乱しうるとしたら惑乱するところだった彼は向こうを驚かすつもりできて かえって反対に驚かされた。その屈辱は五百フランで償われた。そして結局彼はそれを受け取ってしまった。しかしそれでもやはり呆然とさせられたには違いなかった。彼はそのポンメルシー男爵とは初対面だった。そして彼が仮装していたにかかわらず、ポンメルシー男爵は彼を見破り、しかもその奥底までも見て取った。 その上男爵は、ただテナルディエのことをよく知っているのみでなく、またジャンバルジャンのこともよく知っているらしかった。各霊前として、しかも観光なるまだ青二歳に過ぎないこの青年は、そもそもいかなる人物だろうか。人の名前を知っており、その名前を皆知っており、しかも財布の口を開いてくれ、裁判官のように悪人をいじめつけ、 しかも、欺かれた愚人のように金を出してくれるとは。読者の記憶する通り、テナルディエはかつてマリウスの隣の部屋に住んでいたけれども、彼を見たことは一度もなかった。そういうことは、パリでは別に珍しくはない。彼は以前に自分の娘たちから、マリウスというごく貧しい青年が同じ家に住んでいるとぼんやり聞かされた。 そしてその顔も知らないで、読者が知る通りの手紙を彼に書いた。そのマリウスとこのポンメルシー男爵とを結びつけることは、彼の頭の中では到底できなかった。ポンメルシーという名前については、読者の記憶する通り、彼はワーテルローの戦場で、ただその終わりの三次、各個役者中、メルシーとはまたありがとうという意味である。 と解釈しただけであって、ただ一つの感謝の言葉としてあまり注意も払わなかったのは無理ならぬことである。ところで彼は娘のアゼルマを使って2月16日の婚礼の後を探らせ、また自分でも主々選択してついに多くのことを知るに至り、自分は暗黒の底にいながら秘密の糸口をあまたつかみ得た。そしてある日、 大公居の中で出会った男がいかなる人物であったかをコーチによって発見した。あるいは少なくとも機能的に察知し得た。その名前までも容易に推察した。また、ポンメルシー男爵夫人はコゼットであることをも知っていた。そしてこの方面では慎重に差し控えた方がいいと思った。コゼットは何者であるか。 それは彼にもよくわからなかった。死生児であることは漠然とわかっていた。が、ファンティーヌの話にはどうも怪しい節があるように思われた。それを話して何の役に立とう。その口止め料をもらうためにか。いな、彼はそれによりもさらに良い売り物を持っていた。あるいは持っていると思っていた。それに、 何らの証拠もなく、ただ推察だけで、あなたの夫人は死生児です、とポンメルシー男爵に告げたところで、それはただ夫の激怒を買うに過ぎなかったろう。テナルディエの考えでは、マリウスとの会話はまだ始まったとも言えないものであった。もとより彼は、一旦退却し、戦略を改め、陣を徹し、方向を変えなければならなかった。 けれども大事な点はまだ先方に知られていないしポケットには500フランせしめていたその上いざとなれば言うべきことも持っていたので深い知識といい武器とを備えているポンメルシー男爵に対してもなお自分の方に強みがあると感じていたテナルディエのようなものにとってはいちいちの会話が皆戦闘である さて、今始めんとする戦闘においては、彼の地位はどういうものであったか。彼は相手がいかなる人物であるかを知らなかった。しかし、問題がいかなるものであるかを知っていた。彼は速やかに自分の武力を心の中で調べてみて、私はデナルディエです、と言った後、先方の様子を待ってみた。マリウスは考えに沈んでいた。 彼はついにテナルディエを捕まえたのである。あれほど見つけ出したいと思っていた男が今目の前にいるのだった。彼はポンメルシー大佐の要求を果たすことができるのだった。あの英雄がこの悪巻に多少なりとも恩を受けていること。墓の底から父が彼マリウスに向かって振り出した手形は今にまだ支払われていないこと。 それに彼は屈辱を感じていた。そしてまた、テナルティエに対して複雑な精神状態の中にありながら彼は、大佐がかかる悪感に救われた不幸について、変報してやるところがなければならないように考えられた。しかしそれはとにかく彼は満足であった。今や、かかる癒しい債権者から大佐の影を解き放してやる時が来たのだった。 負債の牢獄から父の記憶を引き抜いてしまう時が来たのだった。そういう義務の他に彼にはもう一つなすべきことがあった。もしできるならばコゼットの財産の出所を明らかにすることだった。今ちょうどその機会が来たように思われた。テナルディエはおそらく何か知っているに違いなかった。この男をそこまで探り尽くしたら、 何かかかの役に立つかもしれなかった。で彼はまずそれから始めたテナルディエはそのいい代物を内隠しにしまい込んでほとんどこびるようにおとなしくマリウスを眺めていたマリウスは沈黙を破った「テナルディエ僕は君の名前を言ってやったそして今また君のいわゆる秘密 君が僕に知らせようと思ってきたものを僕から言ってもらいたいのか。僕も色々知っていることがある。君よりも詳しく知っているかもしれない。ジャンバルジャンは君が言う通り人殺しで当人だ。マドレー主という不勇な工場主を破滅させてその金を盗んだから当人である。警官ジャベルを殺害したから人殺しである。 なんだかよくわかりかねますが、男爵、とテナルディエは言った。ではよくわからしてあげよう。聞きなさい。1822年頃、パド・カレー軍に一人の男がいた。彼は以前少しく法律に問われたことのあるものだったが、マドレーヌ氏という名前で身を立て、名誉を回復していた。全く一個の正しい人間となっていた。 そしてある工業で黒ガラス玉の製造で全紙を繁盛さした。自分の財産もできたが、それは第二の問題で、いわば偶然にできたのである。それから彼は貧しい人たちの養い親となった。病院を建て、学校を開き、病人を見舞い、娘には嫁入り自宅をこしらえてやり、やもめには暮らしを助けてやり、孤児は引き取って育ててやった。 ほとんどその地方の守り神だった。彼は勲章を辞退したが、ついに市長に押された。ところが一人の方面衆都が、その人の旧悪の秘密を知っていて、その人を告発し、捕獲させ、その捕獲に乗じてパリにやってき、偽証してラフィット銀行から、この事実はその銀行の追悼係から直接に聞いたことだ。 マドレーヌ氏のものである五十万以上の金額を引き出してしまった。そのマドレーヌ氏の金を奪った囚人というのが、すなわちジャンバルジャンである。またも一つの事実についても、僕は何も君から聞く必要はない。ジャンバルジャンは警官ジャベルを殺した。ピストルで殺した。各いう僕がその場にいたのだ。 テナルディエは厳然たる一別をマリウスに投げた。あたかも一度打ち負けた者が再び勝利に手をつけ、失っていた地方を一瞬間のうちに取り戻したかのようだった。しかしまたすぐに例の微笑が現れた。上位の者に対しては、下位の者はただ気兼ねした勝利をしか持ち得ないものである。テナルディエはただこれだけマリウスに言った。 男爵はなんだか筋道が違っていますようですが。そう言いながら彼は時計の飾り玉を意味ありげにひねくってそれに力を添えた。何とマリウスは言った。君はそれに抗弁するのかそれは実際の事実だ。い,いえ、上ごとみたいなものです。男爵も打ち明けて言われましたから、私の方でも打ち明けて申しましょう。 何よりもまず、真実と正義とが第一です。私は不正な罪をこむっているものを見るのを好みません。男爵、ジャンバルジャンはマドレーヌ氏のものを盗んではいません。ジャンバルジャンはジャベルを殺してはいません。なんだとそれはどうしてだ二つの理由からです。どういう理由だ言ってみなさい。 第一はこうです。彼はマドレーヌ氏のものを盗んだというわけにはなりません。ジャンバルジャン自身がマドレーヌ氏であるからには。何を言うんだ。そして第二はこうです。彼はジャベルを殺したはずはありません。ジャベルを殺したのはジャベル自身であるからには。というと、ジャベルは自殺したのです。 証拠があるか証拠が。とマリウスは我を忘れて叫んだ。テナルディエはあたかも腰の区画めいた調子で言った。警官ジャベルはポント・シャンジュの端の小舟の下に溺れていました。それを証明してみなさい。テナルディエは脇のポケットから大きな灰色の紙包みを取り出した。 シュジュの大きさにたたんだ紙が中に入っているらしく見えた。私は記録を持っています。と彼は落ち着いて答えた。そしてまた言い添えた。男爵、私はあなたのためにこのジャンバルジャンのことをすっかり探り出そうと思いました。私はジャンバルジャンとマドレーヌ氏とは同一人であると申しましたし、 ジャベルを殺したのはジャベル自身に他ならないと申しましたが、そう申すには元より証拠があってのことです。しかも手で書いた証拠ではありません。書いたものは疑うこともでき、またどうにでもなるものです。けれども私が持っているのは診察した証拠物であります。そう言いながらテナルティエは極みがかって色が合わせて、 しかも強いタバコの匂いがする二枚の新聞紙を包みの中から引き出した。そのうちの一枚は折り目が破れて四角な紙片に切れており、もう一枚のよりずっと古いものらしかった。二つの事実と二つの証拠です、とテナルディエは言った。そして彼は広げた二枚の新聞紙をマリウスに差し出した。 その二枚の新聞は読者の知っているものである。古い方のは1823年7月25日のドラポー・ブランシの一枚であって、その記事は本書の第二部第二編第一章で読者が見た通り、マドレーヌ氏とジャンバルジャントが同一人であることを証明するものだった。もう一枚は1832年6月15日の機関誌であって、 ジャベルの自殺を証明し、なおジャベルが自ら警視総監に語った口頭の報告が添えてあった。その報告によれば、ジャベルはシャンブルリー街の防災で捕虜になったが、一人のボートがピストルを持って彼を支柱のものにしながら、彼の頭を射抜かないで空に向けて発射し、その寛大な計らいのために一命を助かったというのだった。 マリウスは読んだ。その中には明らかな事実があり、確かな日付があり、疑うべからざる証拠があった。その2枚の新聞紙はテナルディエが自説を指示するためにことさら印刷させたものではなかった。機関紙に挙げられた記事は警視庁から公に発表したものだった。マリウスも疑う余地を見出さなかった。 銀行の水筒係が伝えた話は間違っていて、彼自身も誤解をしていたのだった。ジャンバルジャンはにわかに偉大なものとなって雲の中から現れてきた。マリウスは喜びの叫びを自ら抑えることができなかった。それでは、あの哀れむべき男は驚くべき立派な人物だったのかあの財産は全く彼自身のものだったのか 一地方全体の守護神たるマドレーヌであり、ジャベルの救い主たるジャンバルジャンであるとは、実に英雄だ。聖者だ。い,いえ、あの男は聖者でも英雄でもありません。とテナルディエは言った。人殺しで盗賊です。そして彼は、自らある権威を感じ始めたような調子で付け加えた。落ち着いてお話ししましょう。 盗賊、人殺し、もはや消え去ったと信じていたら、それらの言葉が再び現れて落ちかかってきたので、マリウスは氷の雨に打たれるような思いがした。それでもやはり、と彼は言った。そうですとも、とテナルディエは言った。ジャンバルジャンはマドレーヌのものを盗みはしませんでしたが、やはり盗賊です。ジャベルを殺しはしませんが、 やはり人殺しです。君はあの、とマリウスは言った。四十年前の盗みを言うのだろう。あれならば、その新聞にもある通り、介護と国旗と特捜との生涯であがなわれている。男爵、私は殺害と窃盗と申すのです。しかも繰り返して言いますが、現在の事実です。 あなたにこれからお知らせいたしますことは全く誰も知らないことであります。まだ世間に発表されていないことであります。そして多分あなたはジャンバルジャンから巧みに男爵夫人へ送られた財産の出所もそれでお分かりになりますでしょう。私は特にみにと申しますが、実際そういう種類の寄贈によって名誉ある家に潜り込み、 その安楽に預かり、同時にまた自分の罪悪を隠し、盗んだものを面白く使い、名前を包み、家庭の人となるのですから、まあ、まずいやり方ではありません。そう言うなら僕にも言うべきことがある、とマリウスは口を入れた。だがまあ、続けて話してみなさい。男爵、私はあなたにすべてを包まず申しましょう。 報酬の方はあなたの寛大なおぼししにお任せいたします。その秘密は小金の山を積んでもよろしいものです。こう申しますと、なぜジャンバルジャンの方へ行かないのかと言われるかもしれませんが、それはごく簡単な理由からであります。彼がすっかり金を出してしまったことを、しかもあなたのために出してしまったことを私は存じております。 そのやり方は実にうまいものだと思います。ところで彼はもう一文も持ってはいませんので、ただ私に空っぽの手を開いてみせる他はありますまい。それに私は、助屋まで行くのに少し金が要りますので、何も持たない彼のとこよろよりも、何でも持っておいでになるあなたの方へ参ったのであります。ああ、少し疲れましたから、どうか椅子に座ることを許してください。 マリウスは腰を下ろし、彼にも座るように身振りをした。テナルディエはボタン締めの椅子に腰を下ろし、二枚の新聞紙を取り、それを包み紙の中にまた畳み込みながら、ドラポーブランシュを爪で弾いてつぶやいた。こいつ、手に入れるのに随分骨を折らせやがった。それから彼は膝を重ね、椅子の背に寄りかかった。 自分の語ろうとすることに対して安心しきっているものが取る態度である。そしていよいよ落ち着き払い、一後一後力を入れて本題に取り掛かった。男爵、今からおおよそ一年ばかり前、1832年6月6日、あの暴動のありました日、パリの大下水道の中に、 アンバリード橋とイエナ橋との間のセーヌ川への出口のところに一人の男がいました。マリウスはにわかに自分の椅子をテナルディエの椅子に近寄せた。テナルディエはその動作に目を注いで相手の心を捉え一後一後に相手の胸の轟きを感じる弁士のようにおもむろに続けていった。その男は 政治とは別なある理由のために身を隠さなければならないので、下水道を住居としてそこへ入る鍵を持っていました。重ねて申しますが、それは6月6日でした。晩の8時頃だったでしょう。その男は下水道の中に物音を聞いて非常に驚き、身を沈めて待ち受けました。物音というのは人の足音で、 何者かが暗闇の中を歩いて彼の方へやってきました。不思議なことに彼以外にも一人下水道の中にいたのです。下水道の出口の鉄格子は遠くありませんでした。それから漏れてくるわずかな光で彼は新しく来た男が何者であるかを見て取り、また背中に何か担いでいるのを知りました。 その男は背をかがめて歩いていました。それは全時計集で、肩に担っているのは一つの死体でした。で、まあ、いわば殺害の現行犯です。窃盗の方はそれから自然にわかることです。人はただで他人を殺すものではありません。そのシュートは死体を川に投げ込むつもりだったのです。 なお一つ注意までに申しますと、出口の鉄格子のところまでたどり着く前に、下水道の中を遠くからやってきたそのシュートは、恐ろしい泥穴に必ず出会ったはずで、そこに死体を放り込んでくることもできたわけです。しかし、明日にも下水妊婦がその泥穴を掃除に来れば、殺された男を見つけ出すかもしれません。 殺した方ではそんなことを嫌がったのです。そしてむしろ泥穴を2を担いだまま通り抜けてくることに決めたのです。どれほど大変な努力をしたかは察知られます。それくらい危険なことはまたとあるものではありません。よく死なずに通り抜けて来られたのが不思議なほどです。マリウスの椅子はさらに近寄った。 テナルディエはそれに乗じて長く息をついて言い続けた。学科、下水道は広い連平場とは違います。隠れるものは何もなく、身を置くところさえないくらいです。そこに二人の男がいれば、互いに顔を合わさないわけには行きません。その二人も出会いました。そこに住んでいる男と、 そこを通り抜けようとしている男とは、互いに困ったとは思いながらも、挨拶を交わさないわけには行きませんでした。通り抜けようとしている男は、そこに住んでいる男に言いました。お前には俺の背中のものが何だかわかるだろう。俺は出なきゃならねえ。お前は鍵を持っているようだから、それを俺に貸してくれ。ところで、 そのシュートは恐ろしく強いやつでした。拒むわけには行きません。けれども鍵を持っている男は、ただ時間を延ばすためにいろんなことを喋りました。彼はその死んだ男をよく見ましたが、ただ年が若く立派ななりをして金持ちらしく、また血のために顔の形もわからなくなっているという他は何もよくわかりませんでした。 それで喋っているうちに彼は人殺しの男に気づかれないようにそっと後ろから殺された男の上着の端を先き取りました。言うまでもなく証拠品としてです。それによって事件を探索し犯罪者にその犯罪の証拠品を突きつけてやるためです。彼はその証拠品をポケットにしまいました。それから彼は 鉄格子を開き、相手の男をその背中の厄介者と共に外へ送り出し、鉄格子をまた閉ざし、そして逃げてしまいました。事件にそれ以上関係したくないと思い、ことに殺害者がその被害者を川に投げ込むとき、その近くにいたくないと思ったからでした。で、これまでお話申せばもう十分おわかりでしょう。 死体を担いでいたのはジャンバルジャンです。鍵を持っていたのは、現に各申し上げている私です。そして上着の切れは、そしてテナルディエは、一面に黒ずんだお点のついている引き裂けた黒らしゃの一辺をポケットから取り出し、両手の親指と人差し指とでつまんで広げながら、それを目のところまで上げて物語の結末とした。 マリウスは色を変えて立ち上がり、ほとんど息もつけないで黒ラシャの一辺を見つめ、一言も発せず、その切れから目を離しもしず、壁の方へ下がって行き、後ろに差し出した右手で壁の上を撫でながら、暖炉のそばの戸棚の上前についていた一本の鍵を探した。そしてその鍵を探り当て、戸棚を開き、 なお、テナルディエが広げているキレから驚きの瞳を隠さず、後ろ向きのまま戸棚の上に腕を差し伸ばした。その間、テナルディエは言い続けていた。男爵、その殺された青年は、ジャンバルジャンの罠にかかったどこかの金持ちで、大金を所持していたものだと思える理由がいくらもあります。その青年は僕だ。 その上着はこれだ、とマリウスは叫んだ。そして血に損んだ古い黒の上着を床の上に投げ出した。彼はテナルディエの手からキレをひったくり、上着の上に身をかがめ、先取られた一辺を裂けてる裾のところへ当ててみた。裂け目はきっかりあって、そのキレのために上着は完全なものとなった。テナルディエは呆然とした。 こいつはやられたかな、と彼は考えた。マリウスは身を震わし、絶望し、また狂気してすっくと突っ立った。彼はポケットの中を探り、恐ろしい様子でテナルディエの方へ進み寄り、500フランと1000フランとの紙幣をいっぱい握り詰めた拳を差し出し、彼の顔に突きつけた。君は恥知らずだ。 君は嘘つきで抽象化で悪党だ。君はあの人に罪を着せるためにやってきて、かえってあの人を孔明なものにした。あの人を破滅させようとして、かえってあの人を立派なものにした。そして君こそ盗賊だ。君こそ人殺しだ。おい、テナルディエ・ジョンドレッド。君がオピタル大通りのあばら屋にいたところを僕は見て知っている。 君を時計上へ送るだけの材料を、いや、それよりもっと以上のところへ送るだけの材料を僕は握っている。さあ、悪者の君にセンフランだけ恵んでやる。そして彼は一枚のセンフラン紙幣をテナルディエへ投げつけた。おい、ジョンドレッド・テナルディエ、卑劣極まる悪巻、これは君にいい見せしめだ。 秘密を売り歩き、内密なことを商売にし、暗闇の中をあさり回る惨めな奴。この五百フランもくれてやる。拾ったらここを出て行っちまえ。それもワーテルローのおかげだ。ワーテルロー、とテナルディエは五百フランを千フランと共にポケットにしまいながらつぶやいた。そうだ、人殺し目が。君はそこで大佐の命を救った。 将軍ので、とテナルディエは頭を上げながら言った。大佐だ、とマリウスは奮然として言った。将軍なら一問も,もやりはしない。それから君はまた悪事をしにここへ来た。君はすでにある限りの罪悪を犯している。どこへなりと行くがいい。姿を消してしまうがいい。ただ楽に暮らすようにと、それだけ僕は希望しておく。 さあ、ここにまだ三千フランある。それを持って行け。明日からでもアメリカへ行くがいい。娘と一緒に。君の妻はもう死んでいる。けしからん嘘つき目が。出発の時には僕が見届けてやる。そしてその時二万フランは恵んでやる。どこへなりと言ってくたばってしまえ。男爵閣下、とテナルディエは足元まで頭を下げながら答えた。 恩は長く忘れません。そしてテナルディエは何も訳が分からず黄金の袋で打ちのめされ頭の上に紙幣をまき散らす雷電に打たれただあっけに取られたまま狂気してそこを出て行った彼は全く雷に打たれたと同じだったがしかしまた満足でもあったもしその雷に対して非雷心を持っていたならば かえって不満な結果となっていたであろう。ここにすぐこの男のことを片付けておこう。今述べている事件から二日の後、彼はマリウスの世話によって名前を変え、娘のアゼルマを連れ、ニューヨークで受け取れる二万フランの手形を持ち、アメリカへ向かって出発した。一度踏み外したテナルディエの惨めな特性は、 もはや強制すべからざるものになっていた彼はアメリカへ行ってもヨーロッパにいる時と同様だった悪人が手を振るる時には善行も往々にして腐敗しそれからさらに悪事が出てくるようになるマリウスからもらった金でテナルディエは奴隷売買を始めたテナルディエが出て行くや否やマリウスは庭に走っていった コゼットはまだ散歩していた。コゼット、コゼット、と彼は叫んだ。おいで、早くおいで、すぐに行くのだ。バスク、辻馬車を一つ呼んで来い。コゼット、おいで、ああ、僕の命を救ってくれたのはあの人だった。一刻も遅らしてはいけない。すぐ肩掛けをつけるんだ。コゼットは彼が気でも狂ったのかと思ったが、 その言葉通りにした。彼は息もつけないで胸に手を当てて動機を押し沈めようとしていた。彼は大股に歩き回った。コゼットを抱いていった。ああ、コゼット。僕は実に哀れむべき人間だ。マリウスは熱狂していた。彼はジャンバルジャンのうちに高いほのぐらい言い知れぬ姿を認め始めた。 非凡な特装の姿が彼に現れてきた。最高にしてしかも優しい徳であり、広大なるためにかえって健常なる徳であった。時計衆の姿はキリストの姿と変わった。マリウスはその異変に幻惑した。彼は自分の今眺めているものがただ偉大であるというほか何もはっきりとわからなかった。 まもなく一台の辻馬車が門前にやってきた。マリウスはそれにコゼットを乗せ、次に自分も飛び乗った。魚車、と彼は言った。オンムアルメガイ七番地だ。馬車は出かけた。まあ嬉しいこと、とコゼットは言った。オンムアルメガイなのね。私は今まで言い出しかねていましたのよ。私たちはジャンさんに会いに行くんですわね。 お前のお父さんだ、コゼット。今こそ、お前のお父さんだ、コゼット。僕にはもうすっかり飲み込めた。お前は、ガブローシュに持たしてやった僕の手紙を受け取らなかったと言ったね。きっと、あの人の手に落ちたに違いない。それで、僕を救いに防災へ来てくだすったのだ。そして、天使となるのが、あの人の務めでもあるように、ついでに、他の人たちをも救われたのだ。 ジャベルをも救われた。僕をお前に与えるために、あの深淵の中から僕を引き出してくだすった。僕を背中に担いで、あの恐ろしい下水道を通られた。ああ、僕は実に恐ろしい恩知らずだ。コゼット、あの人はお前の守り神だった後、僕の守り神になられた。まあ考えてもごらん。恐ろしい泥穴があったのだ。 必ず溺れてしまうようなところが、泥の中に溺れてしまうようなところが。コゼット、それをあの人は僕を連れて渡られた。僕は気を失っていた。何も見えず、何も聞こえず、自分がどんなことになっているか知ることができなかったのだ。僕たちはあの人を連れ戻し、嫌でも王でも家に引き取り、もう決して話すことではない。ああ。 家にいてくださればいいが、すぐ会えればいいが。僕はこれから一生あの人を敬い通そう。そうだ、そうしなければいけない。そうだろう、コゼット。ガブロー氏が僕の手紙を渡したのはあの人へだったに違いない。それですっかりわかる。お前にもわかったろう。コゼットには一言もわからなかった。おっしゃる通りですわ、と彼女は言った。 馬車は、そのうちにも走っていた。